胸毛ファンの方生えてますよ。しまってます今日は。ということで今回はこれ私のアカウント、前回の白猫動画ね、リンク貼っとくんで見てください。ラクさんが白猫結構やってるということで、まあその時は全く分からずこれどういう感じって言ってますけど、僕ダウンロードしてましたしてあったんですよ、ね、忘れてたという、うん、で先ほど開いてみました、うん、見てください、415個。1 回開いただけでこんだけ溜まってるすごい現象ですよ。そうなんですよ、これいつダウンロードしたか分かんなくて、うん、いや本当に初期だよねこれ。なので今回はですね、うん、ガチャの方を10連、はい、先ほどやってくれましたけど、うん、アマタだっけ、うん、あいつがいいっていうことを聞いたので、うん、アマタか月見ガチャ引けないパターンじゃないこれ、まさかこれクエストやんないといけない。え、武器ガチャ、あーガチの最初のガチャなんで、まずはとりあえず武器ガチャからいきましょう。うん、てガチの初期だったんだね、うん、何もやってなかった。これでいい武器は出ればいいんだけどね。まあね、うん、てかってことは何も起動して何もやってなかったって感じ、うん、クエスト1回やったとかそんな程度だよ。それは分かるわけねえよな俺。あ、星さんだ。星さんですね、うん、獅子刀七獅子刀獅子刀と呼んどきますか。じゃない、これで多分キャラガチャいけると思う。また少々お待ちください。これだいぶ時間かかりそうな装備やって、多分さっき手に入れた獅子刀。あれ、あ、懐かしい。こいつこいつかっけえじゃん。こいつもう俺使ってないね。あ、使ってないの、うん、ライオン、うん、あ、ライオンは多分この武器職人だよ。あ、そうなんだ、うん、強化できるんだね。そうそうそう、強化して進化させるみたいな。あ、なるほど、うん、やり込み要素は結構あると思う。見てる方ね、さっさと進めろって思ってるかもしれないけど、まだいけないんだよ。あ、まだいけませんね。クエスト進めないとやっぱ引けないのかな。これまさかの実況プレイが始まるとは。ガチャ動画までちょっとじらしますんで、うん、わては行こう。初めてのミッションかもしれません。やったことあるの？動けんでしょ？動いて、そう、タップすれば。あ、なるほどね。うん、これは面白い、うん。これは面白いです。あ、しかもなんか、動きやすいっていうかさ、他のやつよりも。うん、レスポンスがいいと思う、うん。そうか、アクションってね、レスポンス性があるやつの方がやってて面白いんだよね。うん、ガチで。さっさとゴールしろっていうね。これ仕方してっていいのかな。でもなんかね、倒さないと開かないドアもあるから。マジか、うん、あ、これはね、みんなでやったら面白いと思う、うん、普通に。そう、結構面白い。しかも画面が広いっていうかさ、見やすいし、うん、そう、例えば一人のね、この画面でもみんな結構幅広く見えるんじゃね、この視野的に、うん、そうそうそう。なんかこのキャラクター感がなんかさ、うん、スマブラっぽいんだけど、うん、キャラ可愛いよね、うん、ランクさんでございます多分、うん、結構前に少しやったんだろう、うん、多分そうだと思う。お、またゲットできたよ。これ10連2回いけんじゃね。10連2回いっちゃう。いや、わかんない。完全にチュートリアルだよね、まだ。うん。あ、次キャラガチャじゃない？お、来た。これ無料のキャラガチャ。さあ、これはない。レアガチャではない。あ、でもね、レアとか関係ない、これは。ただ、うん、あ、そうなんだ。そう。無料で1日1回みたいな感じ？うん。無料じゃないんで。さ、多分、一番最初のガチャだけ、そう、あとはもう全部石で。あ、そうなんだ、うん、クソ弱そうじゃんこいつ。まあね、弱いよ。こんなもんいいやつ出る場合もあるってこと。そう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 。キャラガチャもほんとこれだけ。パーティーに組み込むとこってガチの初心者っていうか。そうだね、初期じゃんこれ、うん、多分ほんとに1回ぐらいやってで、クエストやって終わってんじゃない。うん、押して、あ、ドロップ、こうやってやるの。あー、オッケーオッケー、うん、懐かしい、こいつ多分俺もね、持ってる。
いや、またクエスト行けってパターン、これ。あー、これで組んでから行きましょうみたいな。でも行けんじゃない、もうキャラ行けるかな。お邪魔します。お邪魔します。行ける？ちょっとしたい。お、行ける行ける行ける、よし。皆様、お待たせいたしました。お待たせしました。それでは、うん、今からですね、うん、10連というか10回プラス1っていうことで、うん、250個ね、こうなんて言うんですか、うん、この石みたいのは、私のパートね、ジュエルなんか分かんないけど、こちら250個使って、うん、10回プラス1、うん、ガチャいきたいと思います。うい、いっちゃってください。狙いはあのかっこいいね、山の貴公子あまたで合ってるんですか。山かどうか分かんないけど、うん、行きましょう。はい、お邪魔します。あ、でも20連っていうか無理だね、250個だもん、うん、じゃあいきます。はい、金はいいやつだからね、うん、で虹はないの、虹っぽいのは見たことないね。あ、金が最高なんだ、うん、で星4か最大が。そう、まあドッカンバトルで SSR 的な。そう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 。1、2、3、4、5、5人。1体目。来い。来い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 。数えとかないとね。うん。ああ。星3か。なんか弱そう、さっきのやつ見て。3体目。うん。なにこいつ。なにこれ、なんか目。片目おかしいね。あ、違う。あ、なんか目がね。あー。5。これなんか見たことないこいつ。多分さっきの俺のガチャに出てきた。ああ、それでか、うん、6体目。あ、これも、これ持ってる。7体目。いい、なんか、猫多いね、やっぱ。白猫だけで。ああ、こいつ。うわ。どこへでも音もします。あと1体ぐらいじゃないこれ。もしかしたら。次で10かな。うわ、微妙なやつでいいな、このさ。あー、まあ、これラストだ。あー、マジか。どう。あー、でも使いやすさっつったら、このカグラってやつは割と動き早いと思う、うん、使ったことないけど、うん、だから動きも早いとかあるの、スピードって。そう、この武器によって動きが全然違ってて、しばらく厄介になるよ、うん、このなんて二刀流は結構動きが速くて。あ、そうなんだ。そう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 、うん、斧とか持ってるやつはちょっと重いかなって感じの。マジか。うん、そうで弓はちょっと遠くに、うん、うん、遠距離型だよ。なるほどね。そうそうそう、うわー、星41個欲しかったね。ね、欲しかった、うん、マジで。ということで、はい、このあまたさんをね、うん、聞きたかったんですけど、うん、普通にかっけえなこいつ。うん、かっこいい、超かっけえ、うん、結構演出も派手だしね。あ、そうなんだ、うん、技の演出とか。これからちょっとね、うん、かじる程度ちょっとやってみて、うん、面白そうだったらまたラクさん、はい、あのマルチとかも。そうですね、これはね、あれでしょ、三日坊主じゃないんでしょ。そう、これはもうね、そう、2週間続いてるんで。素晴らしい、うん、でちょっとかじりたいと思います。はい、でまたたまったらもしかしたら動画出すかもしれないで、うん、まあ、ラクさんは白猫の動画ちょっとずつ出してほしいって感じだな、うん、やるんだ、やってる、どうせやってんだったら。そうそうそう、うん、ということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、胸毛の諸君さよなら、おっぱっぴー。さよなら。さよなら。では、次回も、胸毛乳毛動画でお会いしましょう。